はい、僕はですね、今香港島の最大の繁華街にいるんですけど、ほとんどいつもなら日本人がいるらしいんですけど、ほとんどいませんね。基本中国人とかばっかりです。この辺もね、普段はデモが行われている場所だったりもするんですけど、今はもうだいぶ落ち着いてきていて、大通りから一歩離れたところだともう何もないぐらいの感じです。で、今も別に集会は行われてるみたいなんですけど、で対立もちょっとあるみたいなんですけど、普通に観光する分にはね、そこまで支障はないかなって思います。この大通りも一応かなりデモの時は荒れてたみたいなんですけど、今はもうだいぶ落ち着いてますね。これからちょっとマッサージを紹介してもらったところがあるので受けていきたいと思います。香港といえばね、小籠包とマッサージなので。はい、というわけで今回はこの4階のハリー店というところに行きます。結構分かりにくかったですけど、 Google マップがあればそこまでですかね。とりあえず4階に行ってみます。足疲れた足をね、ちょっと癒そうかなと。はい、入り口はこんな感じでございます。まあ、オープンって書いてあるんでね、入ってみましょう。対応も丁寧だったのでなかなか良かったと思います。ちなみに値段なんですけど、179、200なんで2000円、3000円ぐらいだと考えると、45分でね、2000円、3000円でフットマッサージをやってくれるっていうのはかなりお得なんじゃないかなと思います。もう本当に気持ちよくて本当に眠いです。ここからね、ちょっとまだ時間あるので街中を見て回って買い物をしていきたいと思います。香港はデモの影響で路中が今増えているみたいで、警察の手がね、路中にまで回ってないみたいです。デモに対応するので精一杯らしいですね。ちょっとよくわかんないけど入ってみました。 T シャツとかありますね。なんか置物とかを探したいんですけど、なかなかなくて、この辺でうろちょろしたいんですけど、ちょっと探してます。ちなみに今いるのがコーズウェイベイステーションですね。香港の新宿というか原宿というか渋谷というかみたいですね。ここはどこなんだろう。結構香港は車が強くて、普通に人が渡っててもガンガン来るんで結構怖いですね。ビクトリアパークの噴水広場らしきとこにやってきました。結構移民の方とか、こういうシンガポールとかフィリピンから来てる人がベビーシッターとかそういうことをやってるみたいです。家賃とか高いんだけど賃金とかは安く、ベビーシッターに預けて子供を育てるっていうのが一般的みたいですね。なのでベビーシッターに預けて子供を育てるんで、香港の子供はわがままっていう風に香港人が言ってました。動画こっちにいるから行ってみよう。なんかこういう系の人たちがめちゃくちゃいますね。よくわかんないけど踊ってる人もいるし、テント張って所々張ってたり、なんか意外とよくわかんない世界に来てしまった感がすごいです。その横がランニングコースになってるし、なんか結構いろんな民族がいるっちゃいる感じですかね。アメリカとかよりかは少ないですけど、昨日行ったバーみたいなところは黒人が客引きしてたりとかもして、なかなか興味深いですよね。黒人もあんま全然見ないですけど、そういうところだけにはいました。街中に日本のものがかなりあって、日本のものっていうだけで人気らしいですね。日本っていうだけで安心安全らしいですよ。なので日本のひらがなをわざと店名に入れたりとか、そういうこともしてるみたいです。普通になんかちょっとお土産みたいの買いたいんですけど、ねんすよね。黒く塗りつぶしてあるのは香港のデモのスローガンが書かれてたみたいですね。デモのおかげで店が潰れたりとかもあったみたいで、大変みたいですね。今ここは普通に信号とかがありますけど、モンコックのね、一角では信号とかも壊されていて、交通機関に乱れもあって大変そうです。これが治るのっていつなんだろう。
まあ、それなりにね注意して歩けば全然今もデモも今そんなに盛んに行われてるわけじゃないっぽいので大丈夫そうですね。タイムズスクエアです。時代革命なんでここでもね集会をよくやってるみたいです。今はポケモンで溢れてます。どこだろう、広いな。豆、担々麺、担々麺、豆、担々麺。とりあえずこのお店で小籠包を食べてきました。かなりね、美味しかったです。香港発祥のものではなくシンガポールのものですが、これね、ぜひ空港とかにもあるみたいなんでね、ぜひあったら食べてみてください。かなりおすすめです。特に豆のやつが美味しかったです。ビールとめちゃくちゃ合います。おつまみにもぜひ。バスに乗って帰るよ。とりあえずジェットスターで LCC なんでね、チェックインだけささっとしたいなと思います。ジェットスターめちゃくちゃ並んでますね。はい、というわけで今回僕のは2時10分の GK020 東京成田ですね。飛行機までめっちゃ遠い。日本のひらがなをわざと店名に入れたりとか、そういうこともしてるみたいです。